本物のノアを俺が見せてやるよ。俺がノアだ。今回は俺がゾクゾクしてる。ベルトを取る力がある、強さがある、それは素晴らしいし、でも火事は取らせない。いやもうだって外敵が来たら誰が行くよ。俺しかいないでしょ。ちょっと脅威だよね。まあ体もでかい、まあ強い、それはわかるんだけど、3ヶ月でしょ。3ヶ月でノアの宝が今ノアの中にないっていうこの現状が脅威だね。まあ、一発で流れを変える強さがあるのは注意しなきゃいけないなと。あのでかい選手とやるのも久々だから、今回は俺がゾクゾクしてる。まあ俺の世界へようこそ。一発で終わるって向こう言ってんの？一発ね、もう俺も好きだからね。まあ楽しみですよ。俺がノアの舵を取る。ちょっと言ってることが今分かんなかったね。ノアにずっといて、ノアでやってきた俺としてはあまりにも軽い。来て3ヶ月でベルトを取る力がある、強さがある、それは素晴らしいし、さっきも言ったけど脅威だけど、でも火事は取らせない。ノアを何も知らないでしょ彼は。3ヶ月で来て確かに GSC のベルトを手にした、その力は認めるけど、でも火事を取れる、じゃあお前は人間なのかと、存在なのかと。ノアの舵を取ることの大切さ、凄さ、重み、深み、きっと彼は何も分かってないと。知らないでしょ、ノアっていうものを。簡単に言えることじゃないんだよね。ノアが今に至るまでファンと共に歩んできたこの歴史は、この歴史の重みというか、3ヶ月でそれをじゃあ知ってるかって言ったら説得力に欠けるよね。試合だけではなく、そういう行動力というか形にする力もあるのはすごいなと。今までノアのカラーだったりとかそういったものがないから、忠介、陽平とかノアの選手を取り入れることによって、なんか少しずつノアを侵食してるんじゃないかなっていう。だからそういう目はね、先に積んどかないといけないし、外敵が来たら俺しかいないでしょ。混合で一緒にやってきたから、見た目は分からないけど心はかっこいいよきっとね。まあ、自由のイメージって、それはまあ三沢さんが自由と信念をこう掲げてノアを作られたものなんで、イメージとしてはあるとは思うけど、ずっと俺は GHC と向き合ってきて、俺としては GHC は強さがね、どの団体にも負けない強さがあるのが GHC。 ジェイク・リー、お前はまだノアを知らない。本物ノアを俺が見せてやるよ。俺がノアだ。